電気メスの第2弾ということで早速始めていきましょう前回の復習ですねまず電気メスの原理ですね人は高周波の電流をかんだと感電しにくいといった特徴がありますそのため電気メスでは高周波電流を使用しますで、電気メスではこの高周波電流が狭い部分に集中することによって発生するジュール熱を利用します 電気メスを人体につけると、電気メス先を人体に近づけると、高周波電流が人体にまず流れ込みます。ただ、高周波なんで、まず生体組織の水分子が、えー、高周波エネルギーを吸収してくれます。で、成人の生体ではです、ねまあ、子供だったらもと多いんですが、約60%が水分だと言われています。なので、このように水分子が。 固、えー、周波電流によって吸収してくれるわけですね。で、この時に摩擦熱が発生します。で、この時の熱をジュール熱、さっき言ったジュール熱と言います。で、ジュール熱によって水分子が膨張して圧力が上がります。そしてこの時に、えー、2つの、えー、どちらかの反応が起こります。まず1個目は瞬時に加熱されますね。これによって細胞は 蒸気爆発を起こしして、えー、消滅しますこれが電気メスによる石灰といわれるもの,ですものです。で、これに対して凝固というのは加熱が穏やかな場合、これは水分子が気化して、タンパクして熱変成して凝固という形になります。これが電気メスによって、えー、作り上げられたジュール熱によって起こる、えー、現象の 電気メスの石灰と凝固、この2つになりますね。でこの石灰と凝固は前回の動画を見ると、まあ、電流とか電圧によって調整されているというのが分かると思います。今回ではそれを省きますね。で今回、メインとなるのはこの電気メスのモードについて説明していきますね。で大きく分けて石灰モードと凝固モード、電気メスでこの2つですね、基本的なものはこの2つしか使いません。 で今回、内視鏡とかでね、どういったモードがあるのかっていうのを同感したいと思いまして、まあ、こういった、ね、内視鏡で主に使われているモードですね、をあげました。まあ、たったこれだけです。もう本当、エンドカットとオートカットしか大きく言うと、切開モードでは使えません。じゃあ、まずエンドカットっていうのはどういったものかと言いますと、こちら矢印使いますか。エンドカットは、切開の後に凝縮を行う交互、工程を交互に繰り返すモードでして、 石灰でビッと切ったら残りは凝固。あともう一回石灰でビッと切って凝固。といった形ですね。石灰と凝固がですね、あのー、二パターンに、まあ、常に石灰と凝固が同時に行う、交互に行われるようになっているモードとなります。で、これが Q モードと I モードがあります。これ何か違うかというとですね、 Q モードの方がですね、スネアとか形状に適したエンドカットで、世界のサイカサークルごとに電圧を上げる、つまり電圧を上げることによって、凝固の成分をですね、まあ、ちょっとずつ強めてあげるといった形でえ考えていいと思いますえ。これを行うことによってですね、スネアっていうのはですね、輪っかになってるんですね。これで、あの内視鏡とかだと、えー、大腸検査とかやってたら、大腸ポリップがあったとします。これを取るときに、まあ、大きかったらこういったね、スネア形状の えー、スネを使ってですね、えー、そのポリップを取ったりすするんですねその時にこのエンドカット球にすればですねまあだいたい3秒ぐらいかけてですねエンドカットで切るのがいいってまあ言われているところもありますのでまあそういった使い方をすると3秒だとエンドカットでどうしても石灰凝固石灰凝固、石灰凝固の繰り返しがねですねプーぺーぺーといったら。 今のプープープーという音で3サイクルぐらい起こるんですね。この3サイクルごとに、徐々に徐々に石灰によって、スネアによって切りながらポリッポをどんどん通っていくと。この時に徐々に徐々に凝固成分をふ、えー、増やしていってあげることで、出、ま、血、あ、が少ないような切りながらでもですね、えー、形でポリッポを取り除くことができるといったスネアに適したこのエンドカットと言われております。 でちなみにこのエンドカットの i はどういった時に使うかというとですね、この下の方ですね、先端がナイフ形状に適したエンドカット。じゃあ内視鏡ではどういった時に使うかというと ESD の際に使用するモードでですね、ESD もまあ2種類のね、あの、あのー、2種類の電気メスを使うんですが、そのうちのまあ、 あのどっちかというと鋭い形状に、えー、適しているタイプの、えー、モードだと言えると思いますね。でまあこれに関しては、まあ、これも同じようにですね、まあ、GGG と切っていくんですがエンドカット9のようにですね世界のサイクルごとに電圧を上げるということはなくてですね一定の間隔で電圧をかけていくので。 まあ、あのスネアとか見てくですね、徐々に切っていくとか、そういうのは関係なしに常に、まあ、同じ、えー、止血能力で切ることが可能ですね、エンドカットの合は。で、それは、まあ、オートカットですね、これはもう純粋な切開モードと言われてまして、まああのー、特にこれに関しては、まあ、深い説明はいらないかなと思います。エンドカットっていうのは基本的に、えー 切開と凝固を繰り返すんですが、このオートカットというのはもう本当に切開モードだけで常に切っていくといったモードなので、まあ、ちょっと出血の、ねえー、可能性がエンドカットに比べたらあるのかなと思いますね。で、次に凝固モード。えー、凝固モードに関しましては、えーまあ、よく内視鏡とかで一般使われるのがフォースドコアグだと、えー、私は思っていますね。これは、えー、大きい放電凝固によって で止血効果を狙ったモードですねこれがフォースドコアクっていったものでかなり止血能力が高くて、えー、電圧も結構高めに設定されてますねじゃあこれに対してスイフトコアクっていうのはどういった形か真逆ですねどっちかっていうと電圧を低くして、えー、電流密度を増やすことによってちょっと切開力も持ってるんですねなのでこれはですね例えば えー、ESD とかで,です、ね、ポリープをです、ね、こう剥離粘膜下層の剥離です、ね、に使用するときに、えー、IT ナイフというのを使われたりするんだけどですがそういったものでよく使われることが多いと思いますフレッシュさっき言った、ねえー、先端が細い、まあ、切開用に使われている、ね、ナイフとはまた別のナイフでこういったスートコアっていうのが使われることがありますね でこれで、えー、スイストコアグっていうのが、えー、フォースドコアグよりも強固の石灰、えー、能力が高いっていうのはわかると思います。じゃあソフトコアグっていうのはどういうものかなっていうとこれもう完璧にですねもうどっちかっていうと止血に特化した、まあ、フォースドコアグよりかなりゆっくりですね、えー 凝固してていいくくようなモードだだと思ってくださいでこれ何が怖いかっていうとですね最初に説明した電圧によってですね熱変性を起こして細胞を焦がしてしまうっていうことがなくてさらにですね熱の、えー、成分が弱いんですねだから熱の成分ゆっくり加熱してあげる分ゆっくりとまあ凝固させていくことができるんですが逆にですね熱変性を起こしてええー 組織が、えーまあ、熱を伝わ,り伝わらなくするというところではなくなってしまうんですね、ゆっくり加熱する分。なんで、逆にですねこのソフトコアグを使う際には、ですねずっと使っているとですねその分、熱が深部に到達、組織の奥まで到達してしまうことがあります。石灰モードとかだったら組織を消滅させるので、奥まで熱が浸透することっていうのは基本的にない。ただ、このソフトコアグっていうのを使うと、ですね、まあ、ゆっくり凝固させることができるんですが、 熱がですね奥まで到達してしまう可能性がありますのでそこは使い続けないように、まあ、あの注意が必要だと思われますね。これがまあ一般的な内視鏡です、ね、内視鏡で主に使われるモードの電気メスのモードでした。以上です。